はい。やっぱり冬はマイルームをビーチ仕様にしてゆったりするに限るよね。水着冷気の本番は夏なんだし、今は冬、バレンタインだしね。そう、バレンタイン。思いつかない。なんなのまーちゃん、チョコもらいすぎ。チョコのバリエーション多すぎ。料理多すぎ。重いもの、過去物理的にも精神的にも多すぎ。いろいろなもの多すぎ。以前みたいに一生懸命作っておけばそりゃ喜ばれるけれども、なんかこう、所詮お前はそこ止まりなのだっていう感じがこう腑に落ちない。何をどうすればいいんだろう。いいんだろうな。はあ、あ、変なコンソール触っちゃった。背景が切り替わっちゃう。って、うわ、何ここ、日本の学校の教室じゃん。こんな景色あったんだ。あれ、でも一覧にはなかったな。バグデータか何かかな。まーちゃんの年を考えるとこういうとこで授業を受けてたんだろうね。クラスメイトとかと一緒にさ。思いついた、思いついた。これなら絶対にときめいてくれるはず。やっほー、まーちゃん。お、テンション高いね、高いね。浮かれてる？浮かれちょこってる？というわけで、今年のバレンタインはちょっと七味唐辛子くらい違うぞー。まあ、とりあえずほらほら、私の部屋に出発だは今回関係ありません。さあ、そのこたつの中にさっさっさ、レッツダイブ。こちら私が偶然発見した教室の背景データでーす。もしかしたらまーちゃんの知ってるそれとはちょっと違うかもだけど、どうかな？懐かしかったりする？そっか、よかったよかった。うん。ねえ、まーちゃん、バレンタインのチョコレート受け取ってくれる？ありがとう。チョコレートと、それから手紙つけたから読んで。くひじゃあ私はこれで、さよなら、さよなら、さよなら。あなたと初めてお会いしたのは、遠い昔のような気もしますし、少し前のような気もします。私はあなたのことをずっと見ていました。あなたの一挙手一投足を、つぶさに。これは、ときめきというものなのでしょうか。それとも。ブッブー！
ションで、テンションがガー上げで、なんか帰っちゃって、ちょっと やばいから、改めて当たり障りのない礼状をお送りしますので、お預かりします。そういうわけでござれば、何考えてんのよ昨夜の私。全部読まれる前に回収できてほんとよかった。